溢れた感情は単純にこぼれる涙、止めずに泣いて枯れるまで口に泣かないで。だってだっておえ、なんで泣いてるの？なんかね、 YouTube くんがね、小島の動画がね、子供向けって言って30本以上の動画のコメントが消えちゃった。動画が子供向けに設定されちゃったの。小島っち子供じゃないよ、300歳だよ。だよね。でも子供向けに設定されるとコメント見れないんだよ。みんなのコメント見れないの困る。でしょ。だから今日小島っちにはね、大人向けにね、動画作ってもらおうかと思います。大人向けの動画なんだって。頑張る。大人向けでどんな感じ？まあ、こじまっちが大人と思うことをすればいいと思うよ。はい、わかった。いや、いらっしゃい。今日はどんな酒飲みますか？あ、こちらですね。はい、ミルクのストレートです。あ、こちらですね。ワインのアルコール抜きです。炭酸入れました。そう、ファンタグレープです。こじまっち、なに、ご主人、それ大人なの？うん、めっちゃ大人じゃない？あー、そっか。ご主人はなんか飲む？じゃあコーヒーで。はい。あ、こじまっち大人だからコーヒーね。お砂糖とミルクなしでも飲めるよ。あー、すごいじゃん。あと、こじまっち大人だからね、ピーマンも食べれるし、アンパンマンは嫌いだよ、あんこ入ってるから。え、そうなの？あ、ご主人もアンパンマン嫌いになったかもしれない。なんで？アンパンマン可愛いよ。なんかさっきと言ってること違う気がするけど、この前アンパンマンの歌、こじまっち歌ったじゃん。アンパンマンってやつ？それそれそれね、子供限定されたよ。なんだって？だからみんなのコメント消えたわ。またコメント消えてるの、見れないじゃん。ウィヒヒヒヒ。ウィヒヒヒ。ご主人泣かないで、泣いちゃダメ。だって新しい対策考えないとね。どうしよっかな。ちょっといいアイディア出るまでね、子供向けになるかもしれません。なぜかわからないけど、そういった場合はね、コメントしてくれてもコメント返せなくなっちゃうので、そこだけはごめんなさい。お知らせでした。見てくれてありがとう。また明日もよろしくね。晴れ渡る日も雨の日も、浮かぶあの笑顔、思い出遠く焦っても面影探して蘇る日は長少々。ご主人泣きやんだ。